はいゲームコレクターの酒缶です。本日は2019年11月12日雑勘学院ゲームコレクター部スタートです。<laughs> ということでね本日はえー、っとですねとりあえず本日の記念日ゲームがね、えー、っと1999年の11月12日に発売された r タイプデラックス か DX かなちょっと読み方はどっちか <laughs> わかんないんですけどまあ r t y p e d ックス x のまあがあ,あるんですけどちょっとこれ後半にねちょっと R-Type の話とかいろいろあこんばんは R-Type の話というわけでもないんですがちょっといろいろまとめて話すことがあるのでそちらをやるので先にやるのがですねパッケージの研究ということで Nintendo64 のねえっ、ー、と「悪魔城、ドラキュラ目視録ガイデン」 レジェンド・オブ・コーネルがこれは1999年の12月の25日に発売されているのでこれの紹介を先にしようかと思いますということでまあ R タイプじゃないや <laughs> えっと「悪魔城ドラキュラ」のね64のタイトルっていうのは2本出てるんですけどその2本目ですねこちらが、えーと「悪魔城ドラキュラ目視録外伝レジェンド・オブ・コーネル」のパッケージになります まあね、む昔は「コナミタイトル」っていうとなんかここにねコーナーに入ってるみたいなやつだけどももうそういうこだわりはなくなったのでまあここですねここに「ナミ、でまあ「コナミのロゴあるし「まあ、コナミってわかるよねみたいな <laughs> パッケージですでまあそうねまあこれが主人公なんだろうなというのとなんか敵が 後ろにいいるぞみたいなパッケージですね、とりあえずでえー、っと「悪魔城ドラキュラ黙示録ガイデン」っていう、まあ、ここが一連でね一連のロゴになっててその下に英語で「えー、っとレジェンド・オブ・コーネル」という風に入ってますねでここすごいんですよ「ここ悪魔城ドラキュラ黙示録ガイデン」っていうのをここにねルビが入ってますでこれルビよく見ると 悪魔城はね、いいんだけど、こののドララキュラの部分も入ってるんですよ。だからここにルビだったらここに入れるじゃないですかでもここにね入ってるのは「悪魔城ひらがな」で「ドラキュラカタカナ」で「えー、と目白録ガイデン」ひらがなでその後ねここの英語の部分ね「このレジェンド・オブ・コーネル」ってところまでカタカナが入っててだからまあひらがなとカタカナ漢字わからない人はここを読むと。 一連でタイトルが分かりますとそんな感じですねはいうんでまあ横を見るとねこんな感じでやっぱり「悪魔城ドラキュラ目視録レジェンド・オブ・コーネル」ってあるんですが、こっちはね悪魔城と目視録ガイデンだけルビが入ってますこんな感じねでまあこっち側はねここはロゴはこれと同じロゴなんですけどもこっちはね今度はね 特にルービーとかないんですねはいまあなくていいんだけどでまあこういう感じでこれ銀は銀で帯が作られているのでそこも下の面も銀色ですねで裏面「世紀末悪魔城は二度よみがえる」どういうことなんでしょうねまあともかく1999年の12月に発売されているんでまあそういう意味で「世紀末」って言葉を使っているのかもしれないですね 多分悪魔女ドラキュラ自体の設定が現代ではないはずなんで多分世紀末ではないと思うんですよね <laughs> あでもあれか世紀末っていうのは100年単位であるのか <laughs>、まあ、じゃあ世紀末かもしれません、はいえー、と8年前ドラキュラの復活はすでに始まっていた 悪魔城で起こった惨劇の記憶が今ここに解き放たれるってことでねまあ意味深な感じなんですけどでここねえー、っとまあこのここですね振動パック対応バックメモリー拡張パック対応バックアップ機能付きなんですがこのメモリー拡張パックですねここがねであ,あとあとここかこのゲームソフトには出血などの、えー、表現が含まれておりまして注意がち入ってますねでまあさっきのここ メモリー拡張パック対応なんですけど、これ裏面の方を見るとね、えー、っと、ここにね、ハイレゾンパックとメモリー拡張パックは同一の商品ですって注意書きが入ってるんですよ。要はまあ先日も紹介した通り、Nintendo 6 4の本体の、あの、カセット差し込み口のちょっと手前の窓を開けると、そこに、あの、 なんか差し込まれてるるものがあるんですよそれ,それ引っこ抜いてハイレゾパックとかメモリーカプチョパック入れると機能アップするって感じなんですよねだから今で言うとこの PS4 を PS4 Pro にした感じなんですけどまああれは別にこう何か指してるわけじゃなくて別のものを買ってるんですけどまあそういうような違いがありますとなぜそういう言い方をするかというとこれのね使われた 使われるとどうなるかという用途なんですがまあ取リをね <laughs> この振動パックのページについてのページの下この辺にこう書いてありますハイレゾパックメモリー拡張パックについてこのゲームはハイレゾパックメモリー拡張パック別売り対応ですハイレゾパックメモリ拡張パック めんどくさいからいいや。配列パックを使用しなくてもゲームを楽しむことができますが、配列パックを装着するとゲーム画面が通常より高画質になります。と。ね、こんな感じの説明があるんで、まあ要はメモリー拡張パックがないと遊べないゲームっていうのは任天堂がね、ドンキーコング64みたいにこう同梱してるんですけども、さすがにね、任天堂以外のメーカーは、その、 その周辺機器を買わないと遊べないようなゲームっていうのは作りにくいんだけど逆に周辺機器があるとより綺麗になるっていう作り方ができるのでまあこういう感じになってますまあ言ってみればあれですねゲー,ムーゲームボーイカラー対応ソフトみたいな意味合いですよあれってほらゲームボーイで遊ぶと白黒だけどゲームボーイカラーで遊ぶとカラーになりますっていう感じでしょまあそういうような感じのことが64にもあったとまあそういうことになります あ、こんばんは。ということでね。で、ここからは r タイプの話をしようかと思います。えっと、1999年の、えっと、11月12日かなに発売された r タイプ DX デラックス、e、まあ、どっちでもいいんですけど、これはね、えっと、なぜかエポック社から発売されてます、まあ。なぜかっていうと、まあ、当時僕もね、エポック社にいたんで、これは大体経緯はわかってるんですけど、まあ、当時は結構、まあ、以前メモ、 えーっとシルバニアメモリーっていうのがねあの売り込みであってそれで何だっけななんだっけなな,な,んだっけな,なんか音ゲーのエンジンを夏目さんが作っててそこに何かを載せるっていう企画があってそこにシルバニア載せたのがあのシルバニアメロディーなんですよね。っていう感じでそう売り込みが結構かかってる中で R タイプも多分ね海外ではねこれ。 タイプデラックス出ててそれの売り込みがあってやるかやらないかでまあ飛びついたわけですよね。っていう経緯があってまあエポク社が取ったと取ったっていうかまあ、まあ、よ,よくあったんですよ要は昔のゲームの権利とかをこう売ってるところとかまあね当時だと本当データイーストとかねまあいろいろありましたよね。 でまあそういうのであってまあその経緯でポクシャーがこれ R タイプデラックスやったんだけどまあ当時はねまあまあシューティング好きな人が担当やってたんでまあそういう経緯もあるでしょうってうことですでまあまあゲームボーイカラーのね R タイプデラックスなんでこれ何がデラックスなのかっていうとあのまあいいやこれパッケージをとりあえず見るかまあこういうねこうどの面から見ても同じ方向っていう作りですねはいで 裏面えっ、ー、とハイクオリティシューティング R の弱襲極限ミッション R タイプデラックスモード搭載ってことでねまずここをねまずここ見ると死闘の始まり R タイプやつらは生きていた R タイプ2ってあるんですけど要は R タイプと R タイプ2が入ってるからまず まあ、デラックスと言っていいのかなっていうのがあるんですけどもその一方でこの極限ミッション R タイプデラックスモード搭載ってこれもあるんですよねだから 2, 2, 2つの意味合いでねデラックスなわけですよでここを見ると R タイプデラックスモードはゲームボーイカラー以外の本体ではプレイできませんだからこれゲームボーイカラーの対応ソフトなんであ共通のソフトなんで 要はゲームボーイでもゲームボーイカラーでも遊べるんだけどこの白黒でも遊べるのはこの R タイプと R タイプ2でこの極限ミッション R タイプデラックスモードはゲームボーイカラー以外の本体ではプレイできませんまあこれねあのこういう書き方をしちゃうとね後々ツッコミが入るわけですよゲームボーイアドバンスはどうなんだよとまあ当時はねゲームボーイアドバンス出てないからしょうがないんですけど 本来はあのこういう書き方はしないんですよね。だこういう時にはどっちかっていうとゲームボーイでは遊べませんの方が、まあ、いいような気もします。はい、で本品はゲームボーイカラーを使用しない場合には1991年発売 R タイプおよび1992年発売 R タイプ2と同一内容になります。こ、まあ、これ、詳しいいいと書いてないけども、 要は R タイプっていうのは1と2っていうのが出てますよって話なんですよね。ただこれエポック社からは出てません。当然です。どこから出てるかっていうとあのアイレムですね。ってことでこれがね、R タイプですね、まず。だからここにある1991年発売の R タイプっていうのがこちらになります。はい。で、まあ、パッケージはね、ちゃんとアイレムロゴが入ってて。まあ まあ、似た感じですかね。で裏面、えー。史上最強のシューティングの登場だ。R9 に乗り込み異次元を突き進め宇宙史に残る初の地球外生命との遭遇しかし人類が見たものはゾウとサッチがみなじる異性生物だった人類の存亡をかけ,た今かけて今死闘は始まった。ということでねこれは要は。 もともとゲームセンターででした r タイプの移植という意味合いになります。あこんばんは。まあ、そういうことでね、r タイプっていうのがまずありましたと。で、その一方で、1992年に発売された r タイプ2がこいつ。だから、1作目が、まあ、ある意味シルバーっぽいパッケージで、2作目がゴールドっぽいパッケージなんですね。はい。まあ、側面はね、大体同じような作りですよね。 デザイン的にはねで裏面「新、え、生、ー、バイドの逆襲が始まる再び危機にさらされた宇宙を救うべく R9 回は異次元へ突入するアーケードをほぼ忠実に再現したマイクロコスモスがゲームボーイで爆発する」ということでね「本当か?」っていう感じはするんですよねこの忠実に再現したってところはね。 まあともかくその R タイプと R タイプ2っていうのがあってその結果 R タイプデラックスっていうのも出てるよっていうのがまずここで大事なポイントなんですけどもこれなんか似た構図ありますよね。はい。あの PC エンジンの処置ってやっぱあったじゃないですか R タイプ1っていうのが <laughs>。で後に R タイプ2って出て。 で、あこんばんは。で、えー、っと、まあ、これまた違うんだけど、スーパー CD ロムロムで、これ R、R タイプコンプリート CD って出てるんですよね。まあ、必ずしもこの2本がこうなったわけでもないんですけど、まあ、こういう位置づけもあった。で、でこれ、もう一回ね、話をすると、これは、あの、アーケードの移植としての R タイプの移植と R タイプ2の移植なわけですけど、 一方でこっちはあの皆さん多分事情はご存知だと思うんですけど RType1 っていうのはあの、まあ、説明書とかでもあるんですけどもえっ、ー、とどこだこれに書いてなかったっけこれかここの最終ページにねここに注意書きがあるんですけど「続編は6月3日に発売腕を磨いて待っててくれ」。 5から8ステージを舞台にする RType2 は6月3日に発売予定。RType1 をクリアすると RType2 のパスワードが表示されるのでしっかりメモしておこうってことで、まあ、要は PC エンジンの時には完全再現をするけどメモリーが足りないのかな。容量が、カートリッジの容量かなが足りないのかな、当時の。まあ、そういう事情もあって、RType っていうのは、あの、まあ、ちょっとこういう言い方が妥当かわかんないんだけど、 R タイプまあこれ,これじゃないんだけど、まあ、業務用の R タイプのに対応するために PC エンジンでこう2つに分かれてこれがあのこれであのいわゆるととか2とか,つかななないい R タイプになるっていうことなんですよね。だからまあこれが一緒になったのがまあ本当の意味でこれが一緒になったものはバーチャルコンソールで出てるねあの海外版の R タイプですよね。 あれがこの2つが合体しているもので、まあ、要はパスワードなくても1から8面をぐるぐる回れるとでまあ日本だと日本でそういうふうにはぐるぐる、ま、あの1から8面をパスワードなしでぐるぐる回りたければ、まあ、R タイプコンプリート CD 買えっていう話になるわけですよね、まあ、ちなみにこれもねちゃんとパッケージを見ておくとこれはあつ一応、まあ、帯見るとこんな感じかこういう感じになるんですけど 伝説の原点、なかなかかシンプルですね <laughs> まあいいやこれは。で、えー、と裏面を見ると,、えー、とこんな感じになっててまああのここはハードの宣伝が半分入るんでソフト半分って感じなんですけども、えー、と戦いは1ステージから8ステージまで続くこれがフルサイズの R タイプだ。 まあ正直言うとあの他のハードとかで遊んでる人からするとフルサイズがあるタイプが当たり前なんですけどここがねあの売りになってるわけですよほとんどフルアニメのビジュアルシーンそれを支える豪華声優陣と新録音によるアレンジバージョンの好アールタイプサウンド、えー、と幅広く楽しめる Easy ーーノーマルハードのレベルセレクト装備ってことでまいろいろね CD にしてるんで今いろいろ要素は追加されてるんだけども、まあ、ある意味 一連で遊べるね、日本国内の R タイプはこれだって話になりますよね。で、まあ、このね、やっぱりハドソンさんってなんかやっちゃってる感があるんですよね。うん。あ、ちょっとその前に。えっ、ー、と、2枚組なのか、2枚組じゃないですよ。え、2枚組 ?2 枚組じゃないですよ。これは1枚ですよ、CD は。CD は1枚ですよ。 うん、で、えっ、ー、となんだ、えっ、ー、とアーケード版の2を PC エンジンに移植してたら、その時は3と4だったんですかね、<laughs> あるいは2-1と2-2だったのか。えっ、ー、とね、多分養生は、多分カートリッジとかの養生の問題だと思うんですよね、あれ。だから、いあのファミコンなんかもあのカートリッジ、どんどん養生増えてたじゃないですか。まあ、スーハミとかになってねあの中の ロムの容量増えてったんで、多分、容量を増やせば入るんじゃないですか。あの、例えば、あの、ストリートファイター、えんうファイティングストリートだっけあの辺のカートリッジすごい分厚いじゃないですか。多分、あれ、容量でかいと思うんですけど、だから、1枚で入っちゃえば、まあ、それでいいんだけど、ただ、ネーミング大変ですよね、確かに。でね、ハドソンはこういうのやっちゃうわけですよ。で、僕の呪文はね、 あのハドソンさんこれ出すとちゃんとアイレムさんにこの1と2にする名前を1と2にするよって言ってるのかなっていうねそういう疑問があるんですよね。でなぜそういう疑問を持つかっていうとこれですよあのまあご存知スターホースこれはあの定官って書いて今の公営テクモのテクモの方が 昔85年ぐらいまでかな定館って会社だったんですよで定館という会社が出してるスターフォースというゲームをあのハドソンがファミコンに移植したんですねでこれスターフォースっていうのは、まあ、パッケージを見せるにしてもあのハドソンの初期のやつなんでこんな感じでねちょっと殺風景で何にもご説明がないんですけどでこれが発売された後ねあの最初ねあのなんか コロコロコミックとかであの新作続編をスーパースターフォースって言ってたんですよだからまあ言ってみればマリオブラザーズに対するスーパーマリオブラザーズみたいな感じでね大体みんなスーパーつけたんですよ2じゃなくてまあつけるところもあったんですよでスーパースターフォースって何か発表されてたからどうなるんだろうと思ったら結局その時にはテクモがもうファミコンに参入してて スススーパースターフォーパタって出したわけですよでこれがあるからその経緯があってそのスーパースターフォースってなんかこうハドソンが言ってたものが発売された時にはスターソルジャーになったわけですよでねこれって結構不思議なのがスターフォースっていうタイトルをハドソンが出したとしてもやっぱ権利元テクモなわけですよまあ定官か当時だとなので <laughs> あの普通自分とこで続編って作れないんですよただハドソンって前科があるるんでですすよねローードランナーってああじゃないですかであのタイトルもその後ボンバーマン」で自社のタイトル出すときになんかロードランナーのランナーくんがロボットだった時代の話とかいう関連付けしたんですよね、まあ、後のボンバーマンにその設定なくなってるんでいいんですけど、まあ、そういう関連付けをねやっちゃうわけですよ あれ、権利的なところを見るとねちょっとやばい気がするんですよね。で似た例であの忍者くんねジャレコの忍者くんの後のジャジャ丸くんあれもなんかシステムに出て,てまあただ忍者くんって UPL のタイトルだからジャレコがあの同じシステムで続編みたいなものを作っていいのかってそこは忍者くんから忍者ジャジャ丸くんになったから。 まあそういう意味でいくとなんか続編っぽいニュアンスからこう名前を変えてスターソルジャーっていうのはまあ同じね「蛇」がつくものとしてやっぱり <laughs> あのそういう変遷があるのかなと勝手に思ってしまいます。でまあある意味ねこのスターフォースもこういうパッケージでこの乗り物があってパイロットがいるって構図がそのままここでね乗り物まあこれ敵かあ乗り物これか。 乗り物があってねこのパイロットがいるでもパイロットをゲームに出てこないよみたいなねなんかそういうような感じもあるんですけどもでこの時は多分発売する前にはキャラバンってあんま考えてなかったのか、掲載どこにないんですよねただこっちはあのこの86年全国キャラバン公認 公式認定ソフトって入っててここからねキャラバンが始まってくんで、まあ、ある意味自社のコンテンツとしてしっかり作ったところからはちゃんとキャラバンアピールしているっていうねそういう感じで、まあ、商売としてはあのいい感じになったんじゃないかなと思います。でねこのハドソンさんのこの僕の疑問のもう一個そ,その先にあるのがあのなんだ、まあ、ロードランナーとボンバーマンの話があるでしょ で、でで、スススタターーーーフォースとスターソルジャーの話があるでしょでもう一個がねこの「ドラえもん」っていうタイトルもねこれドラえもんファミコンのハドソンの1作目のドラえもん1作目はドラえもんは違うなハドソンから出てるドラえもんがあるんですよまずファミコンで1作目ねでドラえもんってこれ発売した後でコロコロコミックでドラえもん2っていうのが確かねあの、発表されたんですよね 出てないんですけどねで後にね出たのがあんまあ、いいやこれもね一応あの裏面を紹介するとこんな感じでこの時代本当に本当にハドソンのねパッケージはね裏面に説明が全くないんですよ。<laughs> ね、注意書きなんですよねでまあで実際ファミコンで2作目に出た「ドラえもん」っていうのがエポック社から出てるこのね「ドラえもんギガゾンビ」の弱襲なんですけど。 でここはね僕のねあの想像で言うとこれが出た時にはまだエポック社はスーパーカセットビジョンっていうゲーム機を持ってたんでファミコンに参入してないんですよねただこれで参入してるんで多分こっからここの時間の間にエポック社がファミコンのドラえもんの権利を取ったんじゃないのかなとこう想像してるんですよで要はその権利って だからそういう意味でいくとこれを出した後のその「ドラえもん2」っていうのがあのちゃんと小プロさんなりまあ今だとあれか、えー、と小学館就営者プロダクションだっけまあいいんですけどまあ昔だと小プロね小プロさんとかねあのあれですよフジコプロとかねまあ今だとなんだろう。 まあいろいろ名前変わってるからあれなんですけどまあフジコプロでいいやフジコプロとかにねちゃんと許可取ってからそう発表したのかなってそこが疑問なんですよね。ただコロコロコミックってそもそも小学館だしそことのこうフジコプロなり小プロとの,この連携っていうのはあるはずなんでそこら辺の許可取りしないでまさか発表はしないよなっていうのね。 もしそういうのをぶっ飛ばして許可取りしないで発表してるとしたらハドソンさん相当すごいなーって思ってしまうんですけどただまあ僕のねこういうなんだろう権利に対する考えとか意識っていうのが90年以降の考えなのかなと考えると80年代っていうのはもう少しその権利関係アバウトだったのかなとこう想像してしまいます。まあ、特に、ね、ハドソンさんの、 その広報戦略のところですねだからこういうのってほらあのコロコロコミックってやっぱ高橋名人がこう入っててこうやってるんで多分多分高橋名人こういう話詳しいんでしょうねだからその場合にこういう権利関係とかどうなってたんだろうとかもしくは 権利関係の動いてる部署と高橋名人がどう連携してたのかっていうのはねこれ永遠の謎というかねまあ誰か聞いて答えてもらってくださいっていうなんかそんな感じがしてしまいます。はい、まあねなかなかあのなんだろうね許可取りしないでゲームを作るなんていうのはね当然、まあ、ありえない話だしまあ許可取りしないで 法的に発表しちゃっていうのもありえない話なんでまあそういう意味でドラえもん2っていうのはねやっぱ謎なんですよね、まあ、まあドラえもん2だけじゃないよ本当スターソルジャーの,そのスターーススーパースターフォースって発表されたのも謎だしあとその R タイプ2作ってる ILEV に対してその R タイプ PC エンジンで R タイプをこう分割して出したこともちゃんとこう許可取りしてたのかって結構謎ですよねだからその辺っていうのは まあね、当事者に聞くしかないんでしょうけどねここら辺はなんか深掘りするとすごい面白そうなテーマなのでまあ,あ,のあそう昔のゲームの権利関係の裏側は面白そうですよねうん面白そうだと思いますただあのねあのもう30年以上前の話じゃないですかその辺ってファミコン時代っていうと大体ねそうするともう 引退してる人が多いいんじゃななのかなとね当時若手の人がギリギリこうねあの役員とかで残ってるかまあもう独立するなり、ね、転職するなりしちゃってるかなんかだってもうバラバラになっててなかなかここを見つけるのは大変な気がしますけどまああの <laughs> ねそういうのは何だろう僕もね最近はその取材系のことはやってないんであれなんですけどうん。 誰かやればいいいのにってて感じがしていますでちなみにねまあそういうぐちゃぐちゃなね展開があったからかどうかわかんないんですけどでニンテンドーハードって、まあ、今ゲームボーイで R タイプの1と2が発売されてる話はしたんですけど実はそのファミコンとかスーファミで R タイプは出てないんですよ。でここちょっと複雑なのがスーパーファミコンでこうアイレムがね スーパーパタイプってていうのを出してるんですよこれ今の話の経緯からすると複雑でしょまあ要は R タイプと R タイプ2があってガッチャンコして実はもともとの R タイプでしたみたいな話とあのその後ゲームボーイだと R タイプ1と2が出てルタイプデラックスが出ましたって話があって。で スター・フォースに対してスター・ソルジャーとスーパースター・フォースがあったって話がある中でこのスタースーパー・ R ・タイプは何じゃってなるわけなんですけどこれはねまあちょっとまあまあこれ詳細を言ってしまうと基本的にはこれが R ・タイプ2のアレンジ移植みたいな位置づけになります。ね複雑ですよね。 まあ、あのそのハドソンのいろいろな経緯とこれがつながってるかわかんないけどなんかもう R タイプの1とか2の話はぐちゃぐちゃです <laughs> はいまあ一応これパッケージ見とこうかなうんまあこんな感じでねまあそんなにあれかまあ数ファミなんでこういうパッケージになるんですけどでまあ裏面こんな感じまあこれ読んでもね多分あれなんで まあいいや <laughs>、まあ、とにかくそういう R タイプぐちゃぐちゃしてるんであの昔の深掘りする人はあの気をつけてください。<laughs> ということでそろそろ本日の配信は終わりになりますが、えー、この配信はゲームコレクターの作家が日々の活動や時事ネタにパッケージゲームを絡めて話をしていく配信です。えー、また QBQ カネコ問題とゲーム出版物の不正問題も追求しています。 皆様のコメントアイテムが日々のコレクター活動の過程になるのでぜひよろしくお願いします。YouTube においては高評価をお願いします。コメントアイテムで生配信に参加できるのがフワッチ過去の配信を確認できるのが YouTube になります。ほぼ毎日、だいたい深夜1時にフワッチにいて約30分の配信をしてますのでフォローをよろしくお願いします。あ、いいね、ありがとうございます。えっと、2ベースでスーパーを出して、そのままスーパーハミコンで3を出すという。あ、そうです。3は普通に3が出てます。 ということでねあいいねいっぱいありがとうございますということでまあ明日以降もよろしくお願いします。